ウトサイドシュートは苦手じゃ。そのまま入りゃそれでいいし、外れたら自分でぶち込む。バカだ、こいつあり得るのか。試合中にどんどん高くなっている。勝つ気のないディフェンスじゃ俺は止めらんねえよ。エアアップ、高校生が上で止めるわけ。一度目のリリースタイミングが飛んだ。バカだ、浮いている。その状態のスーパージャンプ、もはやこれは跳躍じゃない。まるで鳥だ。スクリーン、あれ、チッ、うっ、あの青峰が攻めあぐねてる。うまく言えないんすけど、今のあいつの雰囲気は野生の獣のそれに近い。クソ太郎、なんで後に飛んだ俺が先に落ちてんだよ。私は聞いたことがあるけど、体現できるやつがマジでいるなんて。エアウォーク、まさかやる気か。あれよ、だがゾーンに入っている今ならできるかもしれない。ミラージュシュートを正の技とするなら、ゴーの技とでも呼ぶべき無敵のシュート、流星のダンク、寝てをジャム。まさかまた、鏡の超攻撃ディフェンス、しまった。まさか、ヒムロバリのフェイク、下手したらそれ以上。メイトと一瞬のアイコンタクトのみで動きをシンクロさせ、鏡のゾーンスピードに合わせた超速連携。ダイレクトドライブゾーン。